こんにちはジャズドラムの黒田です今回は僕のレッスンによく出てくる音歌についてお話ししようと思います音歌というのは音の価値、長さのことです1拍は 100m として定義して1小節がその4倍の 400m となるとします四分音符というのは1拍分なので 100m そのまま演奏するかというとそうではなくて音って減衰しないと不自然なので 80メートルか75メートルぐらい演奏するという風になっていますこれは打ち込みをやった人はよくわかると思いますがゲートタイムというやつですねとはいえ四分音符はその100メートルを全部支配してるって感じです早く減衰しても残りは空白であったとしてもそこまでが全部が四分音符の支配してる空間という風うに考えるわけですねこれを音下と言いますそれぞれの音符の長さその価値という意味ですね この譜面の音符だと、一番左側の全音符が 400m、その横の二分音符はその半分の 200m というのが、この音符の音下になるわけです。小節全部の音符ということで全音符、小節を二等分するという意味で二分音符という名前がついてます。英語だとフォールノート、えハーフノートになります。たまにいらっしゃるんですが、四分音符の半分の音符をって聞くと、4を2で割って二分音符っていう人がいます。 これは逆で音価の大きさは名前とは逆になるわけですね。一小節を何等分しているかという名前になっているので逆転するわけです。4分音符は100メートル、8分音符は50メートル、16分音符は25メートルという形で左の音符の方が音価が大きいとか音価が高いという言い方をします。逆に右の方は音価が小さいとか音価が低いというふうに僕は使います。 ここに出てきた3つのフレーズは全部同じフレーズなんですが音化が違う同じフレーズです。1つ目は「タッター」2つ目が「タッタ」「タッター」3つ目が「タッタ」「タッタ」「タッタ」「タ,ターこのようにリズムは同じフレーズになるわけですね。 真ん中のフレーズを右のフレーズにすることを音歌を一段下げたフレーズというふうに私は使えます。逆に左に行ったときは音歌を一段上げたフレーズと呼びます。演奏中は1,2,3,4とか、1,2とか、1,2,3,4,1,2,3,4とか、えー、同時に感じて演奏中にいろいろ使い分けていくわけですが、僕らはこれらをリズムのレイヤーと言ったりします。 音歌を行ったり来たりすると、いろんな層が見え隠れするので、立体的な演奏に聞こえるわけです。表紙記号のお話です。表紙記号は分母が何の音符がという意味を指していて、分子はいくつ入って一区切りということになってます。なので分母は音符の名前ですから、2の倍数しかないので、3分のとか5分のは存在しないはずです。 フィナレというソフトでも見てみましたが、1はあるようですが、2、4、8、16、32しか、えー、設定がありませんでした。逆に分子はどういう数字でも可能です。楽譜にメロディを表記する際は、16分音符というのはそもそもは装飾音符のための音符だったので、4分音符と8分音符の羅列で書くのが綺麗とされています。なので分母はメロディが4分音符と8分音符が中心になるように設定されます。 表紙記号の2分の2と4分の2の違いはどの音化をフィールとして大きく感じているかを表しています。僕も昔この違いがよくわかりませんでした。2分の2と4分の2って一緒じゃないって思ってました。この楽譜の左は4分の4拍子。よく C という記号で書かれます。2分の2は C に縦線を入れてこれをアラブレーペと呼びますがこれが2分の2拍子を指しています。

数えていても、ワン・ツー・スリー、フォー、ワン・ツー・スリー、フォーという数えている自分はいます。標識号は曲の頭に書かれているので、この曲の全体のトーナリティはどちらを中心にしているかっていう指示なんですね。ボサノバの演奏の表記で、一番右に書いた四分の二で、ワン・ツー、タカ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 という風うに書いてある。譜面がたまに見かけます。結局、読みやすければ OK なんですね。 ただこの表記だとずーっと旗が2本ずつになるので書くのが面倒とかインクがもったいないなどのデメリットがあります。逆に旗でくくれる分読みやすいと感じる人にはメリットがあると思います。最後にシンコペーションの飛距離の話をします。シンコペーションは音下が大きいものの方が低い跳躍ですが飛距離は遠くなります。一番上ですね。 逆に脅迫にに近いものを使った方がが、高くく飛飛びままますす。す。距離は短ななりり一番下になりますゴルフでいうドライバーが上のシンコペーションでいわゆるサンドウッドとかアイアンみたいになると下になっていって要は高く飛ぶけどあまり飛距離は伸びないドライバーは遠くに飛ぶけど高くは飛ばないというふうに考えてもらうとわかりやすいかと思います。 このようなシンコペーションの角度の違いや、飛距離の違いを使い分けると、立体的な演奏ができます。音歌の違いを使い分けれると、同じテンポで演奏していても、ゆったり聞こえさせたり、早く聞こえさせたりすることができます。うまくシフトチェンジしながら演奏すると、スリリングかつゆったりした演奏になります。このように同時に多くのリズムの層を持つことが、バリエーション豊かな演奏になるのです。 今回は以上です。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。曲で解説をしている無料メールマガジンありますので、よければ登録お願いします。練習ファイルや譜面なども送られますので、ぜひ登録してみてください。それではありがとうございました。